テルマルラジオ。みなさんこんにちは。こんばんは。テルマルのテルとマルです、はい、はい。今回は YouTube を始めて約1年経つんですけど、今日は2022年うちらテルマルの1年を振り返ろうと思います。イエーイ。あっという間だったね。1年ね、初めてあっという間だよ。本当だよ。ちょっとコーヒーと一緒に。イエーイ。美味しい。来てくれた。ありがとう。コーヒーを飲みながらちょっとゆっくり語ろうかなと思います。はい。はい。それではレッツゴー。ゴー。ゴー。まず始めたきっかけから話して。うん、まあ、動画の古い投稿順からちょっとずつ振り返りながら、最後は来年に向けてどうテルマルが活動していくかについて話していこうかなって思います、はい、ではまず始めたきっかけは、からまるちゃんがなんか誕生日の動画とか、あとイベントとかでも撮ってたね、うん、動画を撮って、ね、でそれを編集するっていうのをやってて、で私たち家族の誕生日とかにも動画を作って送ってくれて、でそれを見て、え、まるちゃん YouTuber いけんじゃないみたいな感じで私が多分一言言った気がするんだけど、うん、でまるちゃんも、まあ、動画編集がすごい好きで、それでまるちゃんからもしよかったらお家も大人だし一緒にやってみるみたいな、そう誘いました。から入って、で私はもう編集とかやったことなかったから、最初なんか、あ、出演だけならできるかもぐらいで始めたけど、やっぱ編集がすごい大変なのと、もう私も今育休中で少し手の空く時間があるから、動画編集学んでみようって。何でしょう。大事大事。おらーって。おい、お前。やめてください。やめてください。めっちゃ引っ張ってるやん。なんだよ。そんな感じで始まって、はい、で、振り返りまして、で最初はまるちゃん家でクリスマスパーティーをやった動画が最初で、でその後にお互いディズニーにそれぞれ行ったんだよね、同じタイミングで。一緒には行ってないんですけど、でその時に私は初めてなんか Vlog っていう感じで動画を、そうだね、初だね、初だった。懐かしい、うん、懐かしい、うん、なんか撮り方とかも全然違ったよ ね、 ね、最初ちょっと喋らないでおしゃれなテイストで行こうとしてたんだけど、やっぱり喋ってた方がね動画気になるから喋っていく形に変えようってなって買ったんだよね。あで歌ってる。そう、ぴょんちゃんのあで歌ったの。からショートもやってみようってことで、うん、ショートも初めて見て、で初めてなんか YouTuber っぽい感じを一個やろうってなって、どこに買い物行って、うん、でそれを撮影したけど、それもなんか失敗したよね、確か。そうね、なんかね、撮り方があれだよね、ヨギボーの上で撮っちゃったんだよね。編集しづらくなっちゃって、編集に困っちゃってどうしようどうしようってなって、アフレコになった、違うか。で、袋のなんかガサガサ音とか、あ、そうだね、でなんか食洗機とか洗濯機とかも回してて、はい、でそれもなんか扉も全部開けっぱなしにしたから、いろんな雑音が確か入っちゃってて、うん、っていうので大変で、ね、あ、そういう感じか、でそこで学んで、学んだよね。あ、これは楽しかったやつだね。膨らんできた風船を復活させようかっていう、膨らんできた、しません、復活してた、膨らん復活させよう動画で初めて多分ジェジェとミニが登場していると思います、髪長いね、ほんとだ、うちら長いね、ね、サングラスだよね、この頃はまだ、うん、見てほしいですね、こうで撮ったり、子供中心の動画がこの後ちょっと続くかなって思います、うん、でもなかなか再生回数伸びないなってなって、子供もいいけどやっぱテルマル日記だから、テルマルが好き
出演した方がいいんじゃないかってなって、そうだね、そうそう、で確かまるちゃんがちょうどクリスマスプレゼントだったかな、あ、そうそうそう、ちょっと遅めのなんかクリスマスプレゼントをもらったってやつで、うん、あつ森、うん、とジェラピケのね、うんうんうん、コラボ商品結構を出したら、これが初めて1回ダンって伸びたんだよね、うん、動画の再生回数が思いのほかいって、うん、そんなね、めっちゃ伸びたね、851回もね、これすごいね、大事です、うん、ジュージューがね、面白かったやつね後出しでニーニーが負けるっていうすごいもう関係性が出てるよね毎回どうだよ、かわいい、これは Vlog だね、室内テーマパークボーネルンド遊びの世界に行った Vlog を撮ったんですけど、うん、これは結構 YouTuber っぽく頑張って撮った Vlog になります、うん、けど今振り返るとね、まだまだ撮り方も、そうね、その時はいいと思ったよ ね、うん、今レベルアップしてるから戻ってみると、ね、あーってなるとかあれで、ね、自分の動画とか、あ、これも結構行ったんじゃない、マルちゃんが何ファムを初めてここで出したんじゃない、違う、そうだね、そう、レベルアップを踊ってみたそう、何ファムを公開したらどうなるかと思って、とりあえずウブラブが踊りたかっただけそう、ジュージューと2人でね、うん、踊ったやつのショート動画なんですけど、結構再生回数が伸びて、うん、でその後に、え、じゃあもう私とピョンも踊ってみようって思って踊ったら全然伸びなかったっていうチーム入りま、初めて別々に、あ、そうだね、なんかやばい、あ、やばい、あ、やばい、あ、ストップ、やめて、ノーノー、ちゃんと楽しんでるよね、あ、ピョンちゃんやめてぴょんちゃんやめて、はい、やめた、どうせならカメラに映るとこで、はい、ついてきてる、 YouTuber やってる、あけちゃんなんか喋ってるよ、最近こんな感じで、まりちゃんがスキンケアの動画で、私が何、調味料かな、あ、調味料かの動画をそれぞれであげてるんですけど、ここで初めて多分一緒に企画をしてそれぞれで撮ってみたいな感じでやったのかな、うん、そうそう、で、まるちゃんの好きななにわ男子の中継をちょっと入れて、ね、気づいたかな、なにわの方かな、あー、夜桜夜桜さ、ちょっとね、夜桜見たんですけど、コロナかな、で全然、うん、衝撃だった ねあ、これアクセサリー楽しかったやつだね、これはパパの税引きケーブルが得意らしいです、これもまた、あ、でこれ家族で行ったよね、初めてじゃない、うん、そうだね、うん、愛知県の犬山城下町に食べ歩き行ったんですけど、これ初めて多分 YouTube で2家族で旅行みたいな感じであげたかな、うん、そうだね、楽しかったね、これ、ね、まりちゃんとぴょんちゃんが遊んでるショート動画を見てます、でこれが3つ目かな、そうだね、推しグッズ、ミニ YouTube の作り方を作ったね、はい、これも結構いったね、いったね、かわいかったね、ごめんなさい、すごい音を出してうわぁちょうど映ってないところで暴れてますで、あ、コストコ第2弾に買い物に行って、で前回はなんかもう好きなものを好きなだけ聞くそうだね、なんかやっぱコストコ行ったことはあったけど、なんか撮影があってのコストコっていうのが初めて行ったから、うんうん、なんかまあね、多いだけ多い方がいいかなっていうのもあったから、うん、結構買ったんだよ確か、うん、だけど2段は本当に必要なものだけを買ったの で、うん、ね、だからほとんどほぼ使ってるものだから、うん、見てもらえると嬉しいですけど、うん、動画もレベルアップしてるのね最初の時より
違いない、うん、でこの愛の印が、あ、そうね、うん、まあ、ゲルマレの中だと多分一番ショート動画では言ってて、でたまたまなんだけど、確か愛の印を出す日の週にの金曜日に M ステで森七菜ちゃんがこの愛の印を歌ったんだよ。でその週の確か火曜日にこれをあげて、だからなんか私的にはあげるタイミングめっちゃ重要なのかなって思いつつ、それは何、私のこっちさんがバズってん、何ジュージュー可愛くて分かんない、気になるのか、ここで止まっちゃうわけで、ショート動画ってあのね、表紙っていうか、うん、サムネイルみたいにパンって作れないから、うん、動画のどっかが切り取られて、うん、携帯のとこにスマホで出てくるじゃん、うん、気になるのか、どういうこと、この辺で止まってるから、え、なんだろうって思って押したくなるのかな、謎だよね、そう謎なのって思って、なんかめっちゃ、うん、もう私的には私はダンスとか上手じゃないから上手でもないし、なんかめっちゃミスってるし、なんて言うんだろう、ずっと笑ってるしそう、なんかね、面白いね、10時くらいが踊ってるあれなんだけどね、後ろがちょっと気になる感じで面白いのかな、前は可愛いけど ね、あ、これは結構早かったよね、上がってくの、お金組み対決、うん、楽しかったね、ね、面白かった、編集も面白かった , 笑いながら作ってましたで、あ、で、うん、第2弾か、ね、記念の動画、300人行った時の記念ランチをして、うん、お祝いをしたんですけど、その時の動画が、ね、これは確か質問みたいな感じで、うん、募集したんだよね、やってるやつですね、500人も、ほんとだね、500人何する500人いったら何する、半分だもんね、目標の、ね、また晩酌、ね、どっか行って晩酌いいね、いいね、めっちゃいいね、旅館で晩酌、旅館で晩酌いいね、で、これが第4弾、あ、そうだね、第4弾のフレークシールの作り方、ほんまかな、ほんまかな、手言ってないと、あんまかな、やってやった、このやってやったで顔芸が得意な1歳児って、ぴょんさんが出てるんだけど、これはてるおくんお気に入りらしいです今年の、あの今年のフリクリ、あ、今年の振り返り、今年、今年この1年ですね、この1年かな、レイズ YouTube を始めてみて、やっぱり YouTuber すごいなって思った動画編集も、ね、自分でやってみて思ったけど、まあ、できることなら毎日投稿じゃないけどちょくちょく上げていきたいけど、止めちゃったね、止めちゃったできることなら毎日投稿していきたいけど、やっぱり主婦をしながらだと厳しいのもあって、あ、でもね、どん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 動画を編集していってレベルアップしていって、今ちょっとね編集スピードもだんだん速くなってきたので、うん、来年からはもうちょっとねクオリティも上げて頑張っていきたいなと思います。はい、ではでは、YouTube 始めて、うん、なんか YouTube 見る側、うん、だったけど、こうやる側になってみて、なんかやっぱり YouTube で生活している方もいるじゃないですか、うん、なんか、すごいいいなって憧れもありつつっていう思いで少し足を踏み入れたんですけど、やってみるともう想像以上に大変で、しかもなんか多分知らない方もいるんですけど、 YouTube のノルマとかもいろいろあって、
すごいなんかそのバズってる人入れてる人、うん、今みんながよく知ってる人たちは本当すごいなっていうなんか見方が変わった、うん、YouTube に対する見方がこの1年で変わったなって思って、うん、でまあ最初はなんとなく始めてやってみて、で編集とかもほとんどやったことなかったけど、この YouTube を通してこの動画編集っていうのをやって、まあ、意外とでも私でもできるんだなって思って、うん、で去年はほとんど3対1ぐらいの割合で編集してて、ほぼ終わるちゃんがみたいな感じだったから、で今年はね、で私もだいぶできるようになってきたから、うん、もうちょっとね動画をショート、火曜日はショートがメインなんですけど、うん、まあ、火曜日も普通の動画とか上げたり、そうだね、違う日にもね上げていけれたらいいかなって思ってまーす思ってまーすで、来年か、来年は、うん、来年か、来年はまあ引き続き、うん、続けれることは続けて、うん、でも新しくできることがあればやっていきたいなって思うかな、うんうん、そうだね、で多分で来年こそはね、そう来年こそはねそうそう次のステップに行きたいね、そうだね、今年で行けたらいいな、いろいろやっていけたらいいなって思ってます。そう来年、私今一応育休中 で、うん、で一応来年の4月からちょっとまだ予定なんですけど、ぴょんちゃんが保育園に入って私は仕事を復帰しようと思ってるんですけど、もうそうすると、うん、ちょっと私はちょっと YouTube に携わるのが厳しくなるって予想してて、そうなるとやっぱまるちゃん一人がもう本当にメインってなっちゃうかなって思ってて、なので4月までにちょっと動画を取りだめるのか、4月までに逆にもういっぱい投稿してそこにかけるのかちょっとまだ決まってないですけど、そうですね、4月以降からまたてるまるが少し変わっちゃうかなと思うので、またその時はその時でちょっと報告はしようかなと思ってます。一応予定なんですけど、こんな感じですかね、来年は。そうだね、はい、編集は私が全然、これでぴょんちゃんに、あとはぴょんちゃんにたくさん喋ってくれたらもう、そうだね、楽しそうな動画が撮れそうだから、それを撮って送ってくれたらいつでも私は編集できるはい、はい、なんか言うことある？ぴょんちゃん一番最初から出てるじゃん。本当だよ。さっきから出てますけど顔出しして。何歳まで顔出ししましょう。しましょう。3歳とか。編集が大変なんですよ、ね。そうなんですね。覚えてすると大変なんですよ。ありがとう。今年もありがとうございました。来年もよろしくお願いします。はい、上手、願いねって、うん、私も来年もまだ出るからねって、ね、見てねはい、はい、それでは来年も止まらなかったでは来年も顔もあるいつも戦ってます。来年もよろしくお願いします。では来年も来年もよろしくお願いします。また動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。バイバイ。ありがとうございます。